こんばんは、トコジラミ警察です。本日も配信始めます。今日のテーマが、最近のホテルの傾向で、ベッド周りにトコジラミの痕跡がなくても刺されるっていうお話をしたいと思います。はい、結構ですね、このチェックしてもシーツが真っ白でマットレスに血痕がなくても安心して寝たら翌日刺されたっていう人がちらほらいまして、まあ、その話をしたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。今日も雨降ってましてね、ちょっと声出しをします。最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた。お付き合いありがとうございました。それではお話を進めます。まあ原因とか対策とかを話していこうと思うんですけど、まああれですよね、原因としては最近、そう、まあ、まあよくあるこれまでの対策では、ホテルにチェックインをしたらまずはベッド周りをチェックして、まあ、トコジラミを発見したり、大量の血痕が見つかったり、あとはまあ抜け殻もあったら部屋の交換をホテルのスタッフに伝えましょう、お願いしましょうみたいな感じだったんですけど、最近ですね、このホテルチェックインしてベッド周りが万全、トコジラミの痕跡がなし、血痕もなし、抜け殻もなしなのに、翌朝、まあ、刺されていて、まあ、旅行中、出張中、痒くなったという方がちらほらいらっしゃいます。まあ、原因は気皮スプレー、防虫スプレー、虫除けスプレーと呼ばれるものの使用だと思います。まあ、刺されないためにこの体にやったり、ベッドにやったり、まあ、これで、まあ、いくつか気皮スプレーも種類があるんですけど、まあ、トコジラミが嫌がって近づいてこない、まあ、もしくは近づいてくるけど、まあ嫌がる、ちょっと言葉がすいませんまあ主にピレスロイド系ですね、あとはディート系と言われるものが気皮の成分を大きく持ちます。まあこれら駆除はできないんですけど、トコジラミはすごい、まあ、嫌がります。嫌がって近づいてこないとか、そういう成分が入っています。駆除はできません、死にはしません。それをまあ体に刺されたくない部分に吹きつけたり、まあベッド全体にやる人とかもいらっしゃると思います。まあそれでトコジラミが逃げて、まあその後にその成分が揮発して蒸発して成分がなくなって、その次の部屋、その次の人とかにですね、の時に刺されるとかっていうのが原因として考えられます。これまた難しい話ですよね。まあ対策としては同じように気皮虫除けスプレーをしたり、まあ、本当に不安であればビニールを敷いたりとか、そういった対策が考えられます。まあホテルのベッドは少し動くので、まあ、壁から離して、まあ、ビニールを布団の上に設置すれば刺される可能性は、まあ、かなり減ると思います。ただせっかくホテルまで来て、そこまで、まあ、出張でいやいや来てる人ならいいかもしれないんですけど、観光旅行でそこまでやるかっていうと、また
なんか楽しむという目的が失われますし、まあ、かといって刺されたら痒くて、まあ、人によりますがすぐ症状出る人もいますし、症状出ない人もいる場合いますし、難しいところなんですよね。これが旅行中刺されたらずっと痒い痒いで嫌ですし、まあ、大事な出張の最中で痒い痒いも嫌です。かといってベッド周りチェックして、まあ、部屋の角とかコンセントの中とか幅木とかクロスの隙間とかそういうとこを全部チェックするのも大変ですし、それで見つかるとも限らないですし、まあ、これは大変な問題ですよ本当に。運、正直運が一番大きいのかな。まあ、しかも機器材をたくさん使っていったら、スタッフ、ホテルのスタッフもまあ手術周りは最低限チェックするとは思うんですけど、そこが綺麗だったら、まあ、毎日毎日細かい部屋全体を見れるかって言われてると難しいところでもありますし、こんな感じですね。まあ、刺される。逆にそう考えると持ち帰り予防の方がまだ簡単ですよね。家に持ち帰ると本当にまあ厄介なことになりますんで、そこはもうビニール作戦で、あらゆるものをビニールに包んで対応しましょう。まあ、スーツケースも着替えも、まあ、寝るときにベッドに置くスマホとかそういうものも床じらみが入り込む恐れがありますので、気をつけましょうか。まあ、はい、そうなんですよね。なので最近はこの写真が送られてくることも多くてですね、あのホテルに泊まってここ刺されたんですけどこれ床じらみですかという写真が、この刺された後の写真ですねが送られてくることもよくあって、正直あの傷跡とか刺された跡だけではそこをアップしてみても床じらみかどうかはわからないんですけど、これはまあ症状の出方も人それぞれなので、まあ多分皮膚科の先生でも難しいのではないかなと思います。じゃあ私がどう判断しているかというと、まあ刺された場所ですね、刺された時の服装とかを聞いて、あとはどんな場所が刺されたかを見て、まあ主に露出している部分ですよね、だいたい手足とか長袖長ズボンだったら、まあ、意外と首の裏とかをあとは刺される方が多くいます。まあ、ホテルに報告するかどうかはまた疲れる、なるべく報告してほしいではあるんですけど、まあ、ネットとか SNS とかに先に投稿するのではなくてホテルに報告するのが、まあ、一番だと思います。まあ、ただですね、意外とこういう報告とかやり取りって体力いりますよね。この報告した後の聞き取りが長かったり、うちのせいじゃないってごねられてもなんか嫌な気持ちになりますし、証拠がないとか反発されても嫌ですし、謝罪が来て無料にしてもらうとか、まあ、次回のクーポンもらえるとか、そういうのを別にそういうのを狙ってるわけでもない、まあ、あったらあったで嬉しいとは思うんですけど、相手がどう来るかわからないっていうこの不安と、このやり取りが長引いたりするとそういう疲れもあるって、意外とこういうのって疲れるし体力いりますよね。まあ、でも余裕がある方は
裕がある状態の人はホテルに報告するのが一番だと思います。まあ、それが次の被害者を防ぐことにもつながりますし、まあ、もしかしたらホテル側でも把握できてないっていう可能性もあります。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ、はい、私トコジラミ警察いろいろやってます。まあ、YouTube、 スタンド FM、 X、 インスタ、 TikTok、 あとはメインのブログですね。まあ、それぞれ読んだのでちょっといいねとかコメントとかよろしくお願いします。結構それぞれの媒体でですね雰囲気が違いますので、まあ、この音声配信は一番自然体みたいな形でやらせてもらっています。で、あとはまあ相談もいつでも乗りますので、最近やっぱり増えてきてますね。特にご自宅に増えたケースが、ご自宅に発生したとか、あとはもうホテルに、まあ、出張するんだけど本当にどうしても怖いからとりあえずお話をしたいとか、そういう感じのもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。あの概要欄に説明欄、まあ、下のコメント欄みたいなのに LINE とか相談窓口も載せてますので、ぜひご覧ください。はい、それでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではありがとうございました。トコジラミ警察でした。また聞いてくださいね。失礼します。